山根さん、こんばんは。ちょっとメッセージ返信が遅れましてすいません。この度ですね、お父さんの方に事故があったということで、本当に私もね、連絡をいただいてびっくりしたというか、やっぱりこう介護っていうのは実はですね、安定的な介護っていうのはなくて、もういつも事故と本当にね、なんかスレスレのことをやってるんだろうなって思うんですよね。それは一つには車椅子に乗ってるってことは、やっぱりこう四肢が不自由であるとかね、足がうまく動かないっていう状態なんで、ちょっとした弾みに前に乗り出しちゃったりしたら、そのまんまね、足に力が入らないもんですから、ドカーンと前につんのめってしまったりとか、あと私もね、介助で歩行介助っていうのをやったことがあるんですけども、やっぱり大きな男性の介助が多いんですよね。そうするとちょっとした力の入れ具合とか、介助している私の方のこうバランスですよね、私の方もやっぱりこうバランス崩す時があるわけですよ。それが重なった時、介助者と介助を受ける方とのバランスが崩れた瞬間がお互いに重なった時っていうのが、二人して本当にズテーンってなったりね、私は実際転んだことはないんですけども、階段を上り下りするのをこういうふうにね、お手伝いしてる時に、もう介護を受ける方がね、すごくグラッとなって、私がそれに引っ張られちゃったわけなんですよ。で、一緒に転倒するかと思ったら、私は体力があったんでグッと踏みとどまってね、支えることができたんですけども、いや、あの時もね、私以外だったらどうなってたかなっていうふうに考えると、だから人さえいればいいってもんではないなっていうふうに強く感じたんですよね。やっぱり強い意識でケアしていくってことも大事ですし、あとね、やっぱりいつも気を張ってられないんで、ちょっとこうね、気持ちがよそいったりとか、それから気を抜くってわけではないんですけどもね、大丈夫だろうと思って、今回山根さんされてみたいに、数秒のちょっと隙の間に介助を受けていた方が、なんかその瞬間になんか気になってちょっと動くってこともあってね、本当にその瞬間瞬間が勝負なんだなと。だから介護っていうのはずっと気を張り詰めていて、ものすごく疲労感があるし、あと基本的にエンドレスなんでね、私は仕事でやってましたんで、勤務時間が終わったら終わりっていうのがあるから気を張ってられるんですけども、ご家族の介護っていうのはずっとエンドレスなんですよね。寝たら終わりじゃなくて、寝てもいつ起きるんだろうかっていうのもあったり、起きてれば起きていたで、いつどんな要求が出てくるか分かんなかったりとかね、本当にすごく思いを込めてやらないといけない部分があるんだろうなっていうのを、今回もね、一つ私もいろいろと感じることがありまして、やっぱこのね、山根さん、介護の問題っていうのは365日そして24時間、1億人いたら1億人が自分の身に起こること、もしくは今起きてることなんですよね。で、自分には関係がないと思ってる人、もしくは将来的にそういうことがあるかもねっていう、方はね、おそらくもう一歩踏み込んで見てみる必要があるんではないかなと思うんですよ。意識を止めて、やっぱりすごく身近にあるもんだと思いますからね。私もこうやっていろいろ言ってもね、できることはすごく少ないんで、こうやって山根さんからメッセージを送っていただいたら、私だったらどうするかなとかね、そういう時に、自分は何ができるかなっていうふうに自問自答するだけです。さあ、それではね、今回の動画のまとめに入っていきますけども、私もね、もうすぐ50歳なんですよ。47ですからね、今年48になります。もう50歳を意識する年なんですよ。そうなると、やっぱ元気に動けるのもあと10年あるかなって思うんですよね。元気に動けるっていうのは、私が重いものを持ったり誰かをおんぶしたりっていうのも、多分ここ10年ぐらいが限度なのかなと思っちゃうんですよ。その中でね、子供が生まれて、子供とね、子供が10代の時に自分はどういうふうに付き合っていけばいいのかなっていうのもあるんですけども、うちの両親ですよね。私はおかげさまでうちの両親ともまだ元気ではあるんですけども、元気の中でも今日もね、足が痛かったりとか腰を痛めてたりとかして、もう一緒に歩くことがもうペースが違うんですよね。それは私が一緒に歩いてると目に見えてわかるんで、なんかこう胸が詰まると言いますかね、そういう時があるんですけども、近い将来父か母のどちらかを順番にね、私は介護する時が来るだろうなと考えると、なんかこう 目頭が熱くなるというかね、何も今までできてなかったことにね、非常に反省することと、残された時間を本当に何ができるんだろうかなというふうにね、身につまされる思いです。で、今山根さんは私より少し早く介護の世界に入ってらっしゃって、毎日思いを込めてらっしゃいますけども、私もね、西アーカラソンっていうのは
日本全体の10年先をやってると思うんですよ。本当にそれ前から言ってますけども、なんか高齢化もそうですしね、過疎っていう問題もあったりとか、それから集落的にだん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 ちょっと活動が寂しくなってきたりとかね、いろんな問題が押し寄せてくる中で、私はね、もっともっと私たちは、50代、ね、前後ですけども、次に来る若い世代っていうのが本当に見当たらないんですよね。例えば今私たちがね50歳前後だとして、じゃあ30歳前後のその人の層っていうのはどのぐらいいるかなとかね、もっと先の 10歳前後の層ってどのくらいいるかなっていうと、少子高齢化っていうのはやっぱり30代とか20代とか10代がどん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 少なくなっていくってことですよね。で、私の子供大和くんが生まれたのが2019年ですけども、86万人しか同級生がいないんですよね、日本全国に。で、そう考えていくと、86万人が全員が全員ね、20歳になれるかどうか分かりませんけども、何人かはね、お亡くなりになるところもあると思いますから、じゃあ仮に80万人の成人式が全国で行われたときに、その成人の上の世代、30代から80代から90代っていうのは、ものすごい数の人なんですよね、高齢者。そして、体を壊されたりとかする人がいるときに、じゃあ私たちが支えられる番になったときには、支えてくれる人がどのぐらいいるだろうかと。そう考えたらね、本当にこう、先のことはね、すごいなと思いますよ。ちょっと長くなってすいません。いろいろと申し上げましたけども、今回ね、山根さんが送ってくださった動画に対して、山根さんの、その今回の事故もね、すごく深刻なことだと思いますし、心配なことだと思うんですけども、それと同時に、私たちの住むこの国っていうのが、本当なんか末期状態なのかなとかね、どんなこれから打開策があるんだろうかとか思ってしまいますよね。より私たちはこうやって通信を使ってお互いに強くね、結びつき合いながら、助け合いながら、励まし合いながらやっていかないと大変なことになるなと思った次第でございます。で、今回ね、動画を送っていただきましてありがとうございました。本当にこういうふうに気づきとかね、考える機会をいただいたのと同時に、自分自身もっともっとね、たくましい人間になっていかないとなっていうふうに教えられた気持ちがします。これからもぜひね、放送の方よろしくお願いします。それでは失礼します。